どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの教えに火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、今日はですね、練馬の石神、稲荘の石神店に来ております。ここはですね、カラカラウオというラーメン、魚粉を使った辛いラーメンが有名なんですけれども、カップラーメンでもこれ販売されているやつで、結構コンビニでも目にしたことが多いんじゃないかなと思うんですけど、今日は、店舗にやってまいりました。まあ、つべこう言わずに早速食べていきましょう。ありがとうございます。
というわけでカラカラウオの激辛カスタム辛さ2倍丼めちゃくちゃ好きです。カラカラウオってね、魚の名前がつくだけあってね、これ食べてて、本当にこの魚の風味が、お口の中に広がって、で、スープもちょっとドロッとした感じで、魚粉を使ってる分ですね、結構あっさり美味しく食べれました。そしたらですね、辛さレベルの発表していきましょう。イノショウの、カラカラウオ、辛さ2倍ですね。辛さレベル。じゃん。辛さレベル5でーす。ありがとうございます。まあ途中で追いから、唐辛子3倍ほど入れましたけども、まあ唐辛子が増えたところでそんなに辛さのあれは変わらず、まあ辛さ 5.2 ぐらいだとは思うんですけども、というわけでもしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますね。フォローお願いします。わうわわうわわうわ。